はい、皆さんこんにちは、シスです。はい、これです。じゃあね、続きやっていこうか。さあ、ということで、あれだよ、砂漠の殺し屋がきっとこの縄文の外に、殺し屋を殺しに行くからな。お、なんか物分かりのいい、あれか、王子親衛隊で、こいつらは王子が戦えないことを知ってるのか。そう、代わりに戦ってきた人たちなんだろう。なるほどね、今回ばかりはいくらなんでも無理ですよ。かわいそう。待て待て、心配しないでくれ、お前たち、飛び切りの助っ人を用意したんだ。うん、心配そう。大丈夫か、みんな心配だろ、こんなさ、村人、ただのなんかね、鎧も着てないような奴らが戦えるのかって思うよね。まあそう思うな。レベル10だし、子供連れだし。いや、この子供が一番強いんだが、まあね、まあやるときはやる男ですから、シスね、サソリちゃんを捕まえに行くん、え、お、いや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 、俺この喋り方聞き覚えありますよ。私も混ぜて。うー、お前かよー。したっ、かっこいい、かっけーな。いらないんだが。そうだよ、あんた食べ芸人だろ。サーカスの方はいいのか。サーカスよりもあのお坊ちゃんのことが気になってね。もうアホもだしさ。まあサーカス夜だけだからな。まあ連れてくけど。あ、連れてくんだ。うん、ちゃんとね、家にして本当に連れてかなかったバージョンが怖い。なんでだ。いや、一応さ、一応使ってみたいじゃん。あ、使ってはみたいのか。お、お、いる。なんでお前だけ特別扱いだ。その男二人で茂みの中に入ってどうするんだ。お前変な妄想するなよ。やめてくれやめてくれ、ちょっと早く出よう早く出よう。チースがなんか露骨に茂みの中に入ってた。違うよ、これはね、敵から隠れるための PUBG の戦略ですから。ギリースーツを着て茂みに隠れる、そしてバレる。お、馬に乗った。見ろ、これが俺の馬の腕、優勝した。もう砂漠の砂漠こんな感じになってんの。これじゃない。あ、何がだ。サボテンボール。俺クエスト受けてんだけど、サボテンボールを倒し続けるとさ、ゴールドサボテンが出てくるらしいよ。神を回復してほしい。これね、連携がさ、あれなんだよ、うん、これはシャドウアタックしか打てないのか。4人パーティーになって、5人いない。ん、それシルビアがいるからな。あー、誰か抜かなくていいのか。これは嬉しい。これさ、あの、なんだ、連携をさ、誰とするかによってさ、連携変わるらしくて、今いろんなの使えるんよ。うん、変わるぞ。これさ、ワンチャンさ、シスの、もうこれシャドウアタック見たことあるからやめよう、攻撃しよう。多分次の行動ぐらいでシスのゾーン切れるんじゃない。あ、もうそれいい、いい。で、神がゾーンのうちに、違う人がゾーンになってくれたら、多分新しい連携ができる。なるほど。あ、これ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 。サボテンボールを数多く倒していると現れるサボテンゴールド。メラなのにダメージ量でかいんだよな、イレブン。ああ、なんだっけ、これはメラじゃないメラだみたいな。メラかそれ。お、寝た。これさ、これみんな頭いいから、多分みんな寝たやつは攻撃しないよな、多分。俺が攻撃しそう。あ、シス HP3 なんだけど。シス、あぶねえ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 。聖女が有能でよかったな。あ、やっぱみんな頭いい。ちゃんと眠ってるやつ攻撃しない。捕獲すべし。ヒプノスハント覚えられる。眠った敵に6倍。やば。お、え、来たぞ。待って待って待って、これ絶対強いんじゃない、絶対強いんじゃない。待って、油断するなよ、シス。
これはもう戦うしか選べないのか。そうか、仕方ない。ちょ、自分のターンでベロニカを回復したい。ベロニカを回復したい。セーニャがしてくれるかな。セーニャならやってくれるんじゃね。あ、神のゾーン切れちゃった。連携する前に。オッケー、本気でいくな。ここは特技を歌おう。火炎斬り、待って、呪文何がある。ホイミ、メラ、ギラ、ショペ、火炎斬りがいい。19。あれ弱くないです、本当に。え、何捨ててこなんす。何かやっぱ結構みんな笑ってんぞ。どういうこと。え、笑ってる。何どういうこと。え、ダンスの効果だ。なんでみんなバツがついてんの。みんな笑ってて戦えないからだ。え、どうやったら戻んのこれ。戻らん。え、ワンチャン味方殴ってみるか。あ、かわいい。うわ、強え。やばくないこれ。危ねえ、動いた。危ねえ、危ねえ。してる。メラ唱えて、セーニャがまだ動かないってことは、俺が道具で、あ、ホイミでいいか。呪文でホイミで、自らを回復して。結構まだ、結構相手まだ名前黄色いぞ。回復して、確かにシス弱いね。なんでこんな弱いの、シス。シルビアの殴りと俺の火炎斬りが、同じくらい。そんなもんなのか。装備が弱いんじゃない。そういうこと。レベルも低いけど。普通に1人だけ10だぞ。普通に殴ったら10。弱っ。しょべえ、やっぱしょべえ。お、強っ。ベロニカ。あ、え、なに。お、これやばいんじゃね。はぁ、あ、ベロニカ。なんで死んだの。さすが死の踊り。起こせん。だって俺、なんだっけ、リザミト。なんだっけこれ。ザオラル系の。ザオラル、それ欲しい。まだまだ先だろう。蘇生アイテムなんてドラクエだと超貴重だからな。ないの？最中の波形のアイテム。まだまだないぞ。うーわ。強っ。幼女の死体。ドラゴン斬りなんていらんやろ。ハヤブサが欲しいんだけどさ、遠いな。俺だったらデインを覚えたいな。俺かっこいいからハヤブサ斬りがいいと思う。じゃあもうそっち行くしかないだろう。話を聞かないっていう。そう、トイ君と同じになるのもつまんないかなと思って、ちょっと我が道を行ってみたわ。いや、それ、お金庫。なんて略した。やった。え、ちょっと待って、これってさ、教会に行った方がいいよね、一旦。え、どれ、生き返らせる、これか。あ、仲間、やった。ベロニカ。お金取んの、お前。え、そりゃそうだよ。まあ、でも、養生が80と思えば安いか。てか、安いな。レベル12で80ゴールドなのか。え、これ安いの？高くない？てか俺らさ、仲間に王子いるんだからさ、財布とかもう王子の財布から出そうぜ。なんで俺が払ってんだよ。いや、もう王子先行っちゃっただろ。そういうこと。待ってくれよ。ああ、怪しいよなこいつ。グラサンかけてんの。あ、そういえば本当にサボテンステーキって食べ物があるらしいよ、この世には。おお。コメントでね、もらった。でもサボテンなんて焼いてもさ、絶対美味しくないと思うんだけど。この糸を引くような粘り気も、舌を刺すような酸味も、まずそう。シス、今度食べに行くしかないだろ。サボテンってさ、サボテンなんてさ、絶対美味しくないよ。味しないもん。お前食ったことあんの。イメージ。イメージで語るなと。アロエみたいなもんでしょ。聞いてアロエリーナみたいなもんだよ、味は。それ確かめてこい。転生モンスターっていうのは他にもいる。なるほどね。これワンチャンさ、ボスが転生モンスターになってるなんてことないよね、多分ね。それ倒せなくなるんじゃね。三河足のカード、三河足のカードってさ、どう考えてもさ、あれじゃないの。あ、選べねえ。なんだっけ、あの鎌野郎の装備かなと思ったんだけど、みんな装備できるわ。アクセサリーだな。三河足率 1% しか上がんないのに防御力こんな下がんの。
いらんやろ。あ、エマのお守りから変えるとめっちゃ強くなる。変えちゃうんですか。変えられんよなそこは。つまりで、ここでサボテンステーキを食っていけばいいんだろ。あれ、まだなの。まあ、食べれないんじゃない。しかもさ、なんかこいつ完全に食べ残してるやつがいる。食べ残してるやつがいる。おもらっていこうかな。あ、すいません、なんか小じきみたいなこと言ってしまいました。あ、うわ、ワンチャン抜けられるかと思ったのに。ダメだったか。おや、もしや、あなたたち王子様の助っ人の。そうです、王子です。もう通ってるけどな。確かに。あ、この辺にサボテンいっぱいいたんだ。ちょっとアイテムを確認するわ。新しい地域ということで、この光ってるアイテムは全部ゲットしていきたい。獣の骨、今、サンドフルーツいるかな、いるか分からんけど、ゲットしていこう。あ、左のなんかでかいの何。え、なんかいた今。なんか今いなかった、でかいの。気のせい。あ、ちょっと多くない？めっちゃたくさんいる。え、こんなこともあろうかとさ、俺はさ、呪文ギラを覚えてますよ。1グループ、地獄のハサミ1グループ。え、こっちか。画面見づら、画面見づら、なんでこんな見づらいの？本当にだ、すごい遠いな。1グループ。ギラ、いいね、いいね、1グループ。いや、ベロニカの方が10ぐらいダメージ高いぞ。ベロニカ無双始まったな。え、誘われる。まあ、危ない。ちょっと3人も誘われた。よりによって硬い方を殴りに行ってる。あら、かわいい。あら、かわいい。待って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 、回復がいないのに俺あやつれん、あやつれん。1で倒した。奇跡、奇跡。やばいぞやばいぞ。よーし、なんとかなったな。踊ってる間に。え、待って待って、あれ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 ってこと？あの正面にあるの何？あれ岩？いや、動いてる動いてる動いてる。あれあれ、ボスっぽくない？ちょっと待って待って、採取できるものちょっと先に採取してくるわ。やばいのいたな、あれ絶対。あれボスだよ。え、てかなんかこいつらなんか祈ってんだけど、真ん中に。え？え、この黒いやつら、黒いやつらさ。え、この真ん中から殴ろうぜ。真ん中に対して祈ってるんだけど。怖っ。 めっちゃいるな。え、なになになに、この真ん中にさ、何か魔王が生まれてく。え、ここにもいる、あのでっかいやつ。ほんとだ。え、寝てんのこれ。あ、いた、知ってる知ってる。なんか村の人言ってたわ、昼間は寝てるけど夜になると起きる超凶暴なやつがいるって言ってた。マジか、これだわ。危ない、昼間でよかった。どつくか。やめとけって、やめとけって、絶対やべえよこれ。え、ピコンいった。待って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 、ピコンいった。これ真ん中登りたい。あ、その辺から登れるな。ああ、人がいる。怖え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 。クレイラモン、クレイモランという国から来た国者。もう遺跡の調査っていうか、お前なんか呪われそうだぜ周りから。なんか大丈夫？周りにヤバいのたくさんいるからな。星に関わる儀式のために遺跡を作った。確かにね、こういうのって遺跡って大体太陽とか星とかを 見るためのもんですからね。うん、それだけ。え、この真ん中になんか絶対さ、ボス生まれるでしょ。え、っていうか俺そうしたら本当にどこ行っていいか分かんねえわ。あれ、その黒い魔導士は殴んないの？やるこれ一体ぐらいならいけんだろ。本当に？これだよ、お前めっちゃ強そうやん。めっちゃ弱そうじゃないか。え、でもこんなこともあろうかと、敵1グループなら俺ら強いぞ。なんたってギラ撃てるからな。やどかいな。あ、倒した。弱マフーさん、幻に包まれたってなんだこれは。ん、動ける。攻撃が当たりにくくなるぞ。あ、全然当たる全然当たる。オッケー、たまたま当たったのは。メラを唱えた。
あ、9、弱っ。雑魚だった。あれ、ダメ。パンツ見えそう。お前見たいの？遠慮するわ。お前さ、これってさ、ここバクラバ砂丘じゃん。これさ、やらなきゃいけないことあって、これ月下の乱舞、ガッとくる衝撃っていうのがあってさ、これね、ビースト、夜じゃん。そうなんだよ、バクラバ赤軍の夜にワイバンドックと戦うって書いてあるんで、これ多分ワイバンドックってこれだと思うんだけど、俺夜にして、で、まあ、とりあえず名前を確かめるためにも今殴っといていいんじゃない。ほんとに？だって起きてる敵より眠ってる敵で一回腕試しした方がいいだろ。あー、あれか、確かにミンサカ的にもそうだったね。ジュエルビーストを眠ってる状態の方が弱いかな。ほら、ワイバンドックだよ。目覚ました。おたけび。あ、おたけびはやべえぞ。腰を抜かしている、腰を抜かしている。よかったな、シルビア。あ、50くらったけど生きてる。そういうことか、シルビアだからか。うわー、かわされた。スリープダガー当たってくれ、スリープダガー当たってくれ。ワンチャンスリープダガー、ワンチャンスリープダガーだ。これはそれしかない、それしかない。これはセーニャが今ダメだから、俺が回復役になるしかない。誰を生かす、誰を生かす。セーニャを回復したいけど、セーニャを回復したいけど、動命令できる俺を優先するべきなんじゃないか、この場合は。セーニャ自分だろ。よし、できる。お前はよーし、ナイスでこい。100くらったぞ、シルビア。これシルビアじゃなかったら即死だ。待って待って待って、全然こんなん夜戦わなくてよかった。マジこんなん、や、無理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 。待って待って待って、スリープダガー当てるしかない。で6倍、スリープダガーで6倍しかない。これは特技ドラゴン斬りある。ワイバンドックドラゴンじゃない、これ。ワイバンかドックか。ドラゴンでしょ、ワイバンでしょ。29、ほらドラゴンでしょ、これ多分。ドラゴン判定っぽいな。やめてー。お、耐えた。ここはホイミ、ホイミ、ホイミ打つ。俺もベロニカじゃない、セーニャと連携ホイミだ。いや、倒した。たぶんねー。熱戦だったな。うーわ、これ夜いける、ほんとに。でも経験値とゴールドはそれなりだったと。あ、リレミット覚えた。使うべきなんじゃないか、今。あ、かわいいキャラ出して。リレミット使えねえよ。魔法トーン、イオ。お。あら、かわいい。ピオラ。あ、俺さ、戦闘勝利後に MP 回復狙ってくわ。悪魔払ってこう。残り HP が半分以上の時、即死を免れる。確かにパッシブじゃないんだよね、これね。ただ誰にでもかけられるっていうのが、今みたいな上位の敵と戦うときに崩れるのを防止できる気がする。使ってくれるかどうかじゃないか。ああ、そうか、命令できないから。なるほど。盾ことにするか。ちょっと盾ことにしようかな。この回復アップとか悪魔系魅了とかも気になる。あ、戦闘勝利後に1から2回復でも、今はなんかね、ベロニカの方が MP 使ってる気がするから、まだ聖には大丈夫だと見て、俺ちょっと上行くわ。上行くか。氷属性の攻撃をしてくるボスがそろそろ出てくると見切った。俺は砂漠だぞ。確かに。でもこれさ、だから俺夜にやんなきゃいけないんだけど。しかもさ、なんだっけあれ、貯めなきゃいけないんだよね。ビーストモードって誰だっけ。ビーストモード、シスカミュセーネア。むずっ。4人しかいないから調整難しいかもな。これどうやって調整するの、これって。5人以上仲間いたらゾーン入ったら控えに置いとけばずっとゾーン状態キープできるから。ああ、それで3人集めればいいのか。っていうことは今狙わないでもうちょっとしてからこのクエストやった方がいいのかもしれんってことか。かもな。なるほど。で、俺は何をしに来たんだ一体。マップ見ろ、マップ。
魔中の住処。ほんとだ、まだ先だったわ、ごめん。道半ばで諦めようとするんじゃない。なんでお前もう休んでんだよマジで。俺が熱戦してる間にさ、疲れとるし。うん、あなたも来てくれたのか。見ての通りだ。明日に備えてここでキャンプを張ることにしたからな。俺ね、夜になるじゃん、うん、イベント起こると思うわ。シルビアとの、やめ、違うよ、なんでよ。王子とシルビアっていうこの2大ホモ巨頭がいるからな、怖えんだよな今、夜を迎えるのが。めっちゃ普通に砂の上で寝てんな。確かに王子ともあるものが。え、あなたたち男2人女2人の4人旅なんてロマンチックじゃない。どうして旅なんかしているの。あ、ちょうど神が見えない。消された。うん、そして今はまだ全てが明らかになったわけではありませんが、勇者にまつわる伝説、その全ての謎を解き明かすために命の退治を目指す旅をしているのです。そうだったね、忘れてただろう。世界に厄災をもたらしたという邪悪の神と戦う日が近い将来訪れるのかもしれません。ダメよせいにゃ、見ず知らずの旅芸人にそんなことまで話しちゃ。みんなの笑顔を奪おうとする邪悪の神ちゃん、神ちゃんですね。いやー、仲間になっちゃうじゃん、面白そうじゃない。興味津々だわ。こんな話を鵜呑みにするなんて、あんた変わってんな。変わってるよ、どう見たって変わってんだろ、喋り方からして。私のことはいいわよ。さ、明日はサソリちゃんとの決戦よ。おしゃべりはこれぐらいにして寝ましょう。若干イケメンだけど、顎だな、顎。自分のことは話さないと。しかもちょっと足の長さをアピールしてくるっていう。気にしちゃダメだシス。ベロニカよりは長い。おはよう。昨夜はお楽しみでしたね。よく眠れたかしら。え、もうお坊ちゃん出発したの。あいつなんか朝だけは早いな。で、俺らステータス回復してる？してるな。さあ早く王子たちの後を追わねば。うまこれか。というか、あいつら先に行ってもどうせ倒せないのになんで先行ったんだ。確かにね、何考えてんだろうな。俺らがさ倒す役目なのに。ちょっと待って、採取できるものは OK 覚えた。これ夜来たらなんか明るそうだな。確かに、あ、これ光っててね、綺麗だったかもしれない。やべえ、なんかワイバンドック湧いとる。こわ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 。寝てるから大丈夫だ。なんかこの青いドラゴン、ヘビみたいなの強そうだし。ピコン言われた、ピコン言われたけど、あれこの辺に、ああ来てる。待って、この辺に光ってるもんがあるはず。あった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 。わあ、わあ、ブッシュから来た。大丈夫、逃げ切る俺は。怖え。でもドラゴン切りあるから今俺倒せんじゃないの、この青いやつも。あれドラゴンなのか。違うかな。なんか初見の敵を倒してほしいっていうコメントもあったんだよな。行く？まあ一回戦ってみるか。群れてるな。ヘビ。わあ、しかも先生取られた。やべえ、毒。わあ、めんどくせえ。ちょっと待って、毒。ちょっと毒消しそうの消費がやばい。待って。この影は弱い。スネーク、ドラゴンじゃない可能性があるな、これ。メラー、26。マヌーザコ絶対いらないでしょ、これ。まあ、僕の切りしか入ってないしね。ドラゴン切り。まあ、やってみるわ。ほら、ドラゴンだ。おお、いいダメージ出たな。38、強、ドラゴン切り強。覚えてよかった、ドラゴン系の敵意外といっぱいいる。状態以上大丈夫か。待って、ボヨンって言った今何で、どういうこと。キアリーしとけ。キアリー、
ないないない、薬草。え、セイニャ・キアリ覚えてないの？え、セイニャ・キアリ覚えてんじゃん。ああ、キアリって何、ほんとだ、覚えてた。毒か、これが。キアリって基本呪文だぞ。ほんと？ポイゾナじゃないの？FF の忘れろ。お、いるじゃん。え、これみんなが見てる先にはさ、なんと巨大なドラゴンが。なんもいないな。絶対砂の中から出てくる。肩透かしだわ。砂の中から出てくるに100円かける。あー、フラグ立てやがったこいつ。なんだ、どこにもいないじゃないか。仕方ない、砂漠の殺し屋は僕を恐れて逃げたと父親に報告するとしよう。ふっ、大したことないな。よし、帰るぞ。100円ゲッツ。あ、ドラゴンじゃないこれ。あ、おもらししてない、大丈夫。おもらししてない、武者部類だ。デスコピオンってさ、これドラゴンタイプじゃない？鋼ドラゴンだよ、きっと。やべえ。あ、結構、リアルに結構攻撃力高そうで。さあ、サソリちゃんのお出ましよ。ダメだよ、こいつらダメだって。死んだな。もうしょうがないわね、騎士ちゃんたちの。騎士ちゃんたち、お坊ちゃんたちを頼むわ。さあ、俺らの出番。さあ、シスちゃん行くわよ。お前が仕切るな。きたー。さあ、シスの本領発揮ってところだ。やっていきましょう、デスコピオン戦。